ダビド・グジェゴシク・バッキは、ポーランド、マオポルスカ県のビタルク出身のスキージャンプ選手である。6歳から、スキージャンプをはじめ、2004年12月に FIS、レースザコパネ大会で、国際大会にデビューした。ワールドカップには2008年ザコパネ大会に、国内枠で、初参戦したが予選を通らず、以降2011、12シーズンまでポイントを、獲得できなかった。 2012-13シーズンからワールドカップに定着、個人3戦目のルカ大会で初めてポイントを獲得した。2013年ノルディックスキー世界選手権代表に抜擢されて、マチェイ、コット、ビオトルジはカミル・ストッフと組んだ団体ラージヒルで銅メダルを獲得した。2014年ソチオリンピックでは個人ノーマルヒル32位であった。2017 18シーズンにより、サマーグランプリ及びワールドカップで連続して、総合10位以内を獲得している。2017年スキージャンプ週間の初戦、オーベルストドルフ大会で3位に入り初の表彰台を獲得。2018年ピョンチャンオリンピックでは、団体ラージヒルの銅メダルを獲得した。2019年プレダッツォ大会で、ワールドカップ初優勝。 2019年世界選手権では、個人の生ルヒ昼では競技後半で激しい雪が降り続く条件により、上位選手が失速し、1回目27位からの逆転優勝を果たした。また、2019、20シーズンのスキージャンプ週間では総合優勝、2020、21シーズンでは総合3位を獲得している。ありがとうございます。